サックとタカシーのおしゃべり翻訳。はい、どうもサックでーす。タカシーでーす。今日はですね、眠れなくなるほど面白い糖質の話という本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね。はい、糖質の疑問を専門医がすべて解説ということで、こちらの本のご紹介したいと思います。まずこちらどんな本かと言いますと、はい、この本はですね、糖質の疑問が解消される本になります。はい、近年ですね、ダイエット法として糖質制限が結構流行していますよね。まあ、もうなんかオーソドックスになってますよね。はい、そうですよね。糖質制限っていうのは比較的簡単に痩せることができるんで、まあ、効果っていうのは実感しやすいんですよね。しかしこうブームになればなるほど、この糖質制限っていうのを誤解している人が増えているというふうに著者は言うわけですよ。はいはいはい、例えば糖質制限をしていれば糖尿病の治療は必要ないというね、とても危険な誤解があるというふうに言っております。なのでこういうのはね、絶対専門医に相談してくださいと。そうですね、いうふうにね、著者は言うわけなんですよね。はい、こういう著者は一体何者かと言いますと、この方医学博士なんですよね。で、糖尿病専門医として、はいはいはい、まあ、40年近くこの糖尿病とか、あとは糖質のことを学んできてる方なんですよね。プロフェッショナルです、ね、そういうことです。なんでこの方が言うってことはかなり信憑性があるということになりますね。はい、糖質制限っていうのは非常に痩せやすいんで、まあ、ブームになるのはまあ分かると。しかし、まあ、何事もそうなんですけども、まあ、糖質制限だけやってればいいっていうもんじゃないんですよね。まあ、そうですね。はい、痩せるっていうのの先にある健康っていうのを手に入れるためには、まあ、もちろん糖質制限だけじゃダメだと。はい、もちろんダメなんですよ。なんなら、はい、痩せるの先にある健康の先にある願いを手に入れる、それが大事。あ、ごめんなさい。はい、次。まあ、糖質制限の基本っていうのを理解して、はい、まあ、正しく糖質制限っていうのを使う必要があるんですよね。はい、はい、ということで、まあ、ブームになったがゆえに誤解を生みやすくなっている糖質について、まあ、今回分かりやすく解説させていただきつつ、はい、まあ、最後にはですね、ちょっととっても大事な話がありますんで、すりましてよ、まあ、最後までそこはね、ご覧いただきたいなと思います。はい、あ、最後押しなんやね。最後押しです。はい、ということで、まあ、じゃあなぜね、糖質制限するべきなのかというところからね、はいはいはい、話させていただこうかなと思うんですけども、まあ、なぜ糖質するべきなのか、糖質制限するべきなのか、はい、まあ、結論から言いますと、あらゆる病気の原因になりかねないからですね、この糖質っていうのは。まあ、ちょっと解説させていただきますね。はい、糖質を取りすぎると糖尿病をはじめとする生活習慣病っていうのに非常になりやすくなります。はい、糖尿病はそれ自体よりもこの合併症がね、とても恐ろしいというふうに言われておりまして、まあ、あらゆる病気にかかりやすくなっちゃうんですよね。はい、で、糖尿病になると寿命が10年縮むっていう研究結果もあります。はい、そのくらいね、糖尿病っていうのは恐ろしいんですよ。またですね、糖質っていうのは肥満を引き起こします。で、この肥満っていうのもこのあらゆる病気の温床となりうるものになりますので、まあ、なんせこの糖質を取りすぎると、まあ、病気の原因になりかねないと。はい、じゃあなぜこの糖質を取りすぎるとですね、このようなことが起きるのか、それをね、ちょっと解説させていただこうと思うんですけども、それはですね、そもそも人の体に糖質っていうのはそんなに必要ないから、まあ、そもそもなんですね。はい、こういったことが起きるんですよね。はい、人は誕生してから数万年の間、この狩猟採集で生きてきたんですよ。つまり植物とか動物とか魚とか貝を取って食べてたんですよね。はい、人の体っていうのはこういった生活に適応するようにできてるんですよ。しかし、こう数千年前から農耕が始まって、農作物が中心の生活に変わったわけなんですよね。はい、はい、しかし人の体っていうのは変わってないんで、この農作物中心の生活っていうのはこの人の DNA に合わないんですよ。なるほど。はい、つまり人の体っていうのはタンパク質とか脂質を取って生きてきたのに、急に食生活が変わったことで体に不具合が起きてきてるというふうに言えるんですよね。まあね、はい、それが糖尿病とか生活習慣病として、まあ、近年現れてきているんだというふうに、まあ、著者は言うわけなんですよね。はい、糖質を取りすぎる弊害っていうのはですね、他にも結構あります。例えばよくわからない体調不良になりやすいとかね、はい、こういったところがあるんですよね。はい、最近なんかイライラするとか、なんかだるいみたいな、ちょっとした体調不良も糖質によって生み出されている可能性があります。はいはい、糖質を絶えず取りすぎていると、まあ、膵臓の働きっていうのが弱まって、まあ、血糖値の調整のバランスが崩れるんですよね。はいはいはい、これがいわゆるよくわからない体調不良っていうのを生み出しちゃうわけなんですよ。はい、他にもですね、中毒になりやすいっていう弊害もあります。はい、はい、
あの人の体っていうのは糖質を取ると幸せを感じるようにできてるんですよね、はい、糖質を取ることによって幸せになれるんですか？なれるんですよ。幸せになれちゃうんですけど、これはまあ言わばまやかしの幸せです。麻薬です。これはですね、狩猟採集時代の常に飢えていた時代の記憶から、うん、まあ、生きるためにチャンスがあれば糖質を取れっていうのがね、もう脳内にプログラムされてるから、本能そうなんですよ、うん、だからこういうことが起きるんですよね。このプログラムが麻薬のように人を糖質中毒にさせるわけなんですよね。なるほど。つまり糖質を取りすぎて一時的に幸せ状態になると、今度糖質が不足してくると糖質の快楽を求めてこうイライラみたいな中毒症状が出てきちゃうんですよ、うん、そして余計に糖質を取ってみたいな感じで、こう糖質を取る悪循環みたいなのができちゃって、はいはいはい、まあ、要は糖尿病とか肥満とかになりやすくなっちゃうんですよね、はい、こんな感じで糖質を取っちゃう弊害っていうのも結構あります、はいはい、だから糖質制限はするべきだというふうにね、著者は言ってるんですよ。そもそもいらないんですね。そうなんですよ。そもそもそんなにいらないんですよ、うん、なんであらゆる病気の原因になりかねないんで、糖質は制限しましょうというふうに著者は言っております、はい、そう考えると昨今この世の中、はい、いかに糖質を売ってるか、そういうことですよ。糖質だらけの世の中になってますからね、ほんまに、はい、じゃあ次にですね、なぜ糖質制限で痩せるのか、こちらの、ね、メカニズムをちょっとご紹介しておこうかなと思います、はい、まあ、結論言っちゃうと、糖質が脂肪を生み出すからなんですよね、はい、解説させていただきますね、はい、人は糖と酸素を結合させてこうエネルギーを生み出してるんですよね、はいはい、なので生きるためには糖質っていうのはまあ必須なんですけども、必要以上の糖質を取りすぎるとエネルギーとして使われなかった糖がこう体内に余るんですよね、はい、で体内に糖が余ると、この糖っていうのはインスリンの働きでグリコーゲンに変えられて肝臓に貯蔵されるんですけども、それでも貯蔵できないほど余ってしまうと、今度は脂肪として体内に糖を溜め込んでしまうんですよ。一番いけないところだ、はい、ここまで来るともうやばいです。つまり糖質を取りすぎて糖が余るから太ると、つまりね、いうふうに言えるわけなんですよね、はい、っていうことは逆に糖質制限をすると溜め込んだ糖を使ってエネルギーを作り出すんで、その分痩せていくということになります、うん、こういったメカニズムで糖質制限っていうのは痩せるんだというふうに言われております、はい、これがですね、なぜ糖質制限で痩せるのかの解説になります、はい、まあ、要は糖質が脂肪を生み出すからだということですね、はい、じゃあ次にですね、まあ、カロリー制限より、まあ、糖質制限がいいんだというふうに最近は言われておりますけども、これどういうことかと言いますと、はい、太る原因っていまだにカロリーが原因だって思ってる人もいるかと思うんですけども、はい、これはですね、数十年前にアメリカが出した間違った結論によった根付いた古い考えです、はい、うん、古いんですよこの考え方は、うんうん、今ではですね、アメリカの糖尿病学会が間違いを正して、糖質こそ肥満と糖尿病の原因だというふうに言っています、はいはいはい、つまりですね、カロリー制限では痩せないっていうのをもう研究で分かってるんですよね、うん、はい、アメリカはですね、この数十年前に出した間違った結論によってカロリーばっかり制限して糖質制限をしなかったがゆえに肥満者を続出させたらしいんですよ、まあ、肥満大国って言われてますからね、はい、アメリカはね、その原因はこれだと言われております、うん、でもう一回研究し直したら、どうやら糖質が問題だったっていうのはね、もうアメリカで分かってるんですよね、はい、じゃあこれ逆に言ったら、はい、カロリー気にしなくてもいいってことですか？カロリーはね、そんなにダイエットをしてる人は、そうですね、カロリーはそんなに気にしなくていいというふうに言っております。大事なのは糖質だというふうに言ってるんですよ。つまり炭水化物とも言えますけどもね、痩せるには糖質制限が必要だというふうにもうアメリカの糖尿病学会が言ってるわけなんですよね、うん、はい、このように医学っていうのはね、常に進歩するものなんですよね、うん、数十年前の結論を誇示するっていうのはちょっといささか古すぎるんじゃないですかというふうにね、著者は言うんですよね。常に変化しますからね。そうなんですよ、うん、ということでね、カロリー制限よりも糖質制限の方がいいということになっております、はい、じゃあ最後にですね、糖質制限のじゃあ実践ということで、はい、じゃあどんな感じで糖質制限していったらいいですかということの話をしていこうと思うんですけども、まあ、これはですね、食べない方がいいものと食べた方がいいもの、こちらをちょっとご紹介しようかと思うんですけども、はい、まず食べない方がいいもの、これはですね、まず一つ目、まあ、清涼飲料水ですよね、まあ、美味しいけどね、はい、これはね、よく言われてるところだと思うんですけども、甘いジュースですね、要は一番いきますね、はい、これね、絶対ダメです。あ、絶対ダメ、これ良くない、マジでいらないもの、はい、微糖のコーヒーとかもあれコーヒーに砂糖入ってるんで、まあ、ダメです、はい、清涼、これは言い切れますかね、はい、言い切れます、これはダメです、絶対ダメ、もう言い切れます、はい、で2つ目がお菓子などの砂糖の入ったもの、これもダメ、これもダメです、はい、もう砂糖イコール糖ですよね、はい、もうダメです、イコール死、イコール死、イコールいらないもの、こちらですね、はい、
で、まあ、3つ目が、まあ、ご飯とかパンとかの麺類とか。この辺だって3つ目なんて、だって往々にしてね、まあ、結構ね食べてる食事でも出てくるじゃない、はい、まあ、この辺はあの、まあ、絶対ダメとまでは言わないですけど、うん、まあ、できれば避けた方がいいですよという感じですね、うん、これが食べない方がいいものです。逆に食べた方がいいもの、はい、こちら何かというと、まあ、肉とか野菜とか魚ですよね、はいはい、そういったものはあのぜひ食べてください。良質な脂質とかっていうのは体に非常にいいっていうふうに言われてるんで、はいはい、これ取りましょう。あとまあまあ、 あの取るとしたら、まあ、カカオ 70% 以上のチョコとか、あとナッツとか、この辺はまあまあ、 あの完食するんだったらこの辺かなっていう感じですね。はい、まあ、あのおすすめはですね、おすすめ、この糖質制限を実践する上でのおすすめとしては、まず完食はできるだけ避けるっていうところですね、はい、やっぱり間にね、あのいろいろ食べない方がいいです。やっぱりお菓子とか食べちゃうと思うんですけど、それはまずやめると。で、日々の食事でご飯などの主食を避ける、こちらがあのおすすめに、おすすめの糖質制限のやり方になるんで、まあ、この辺からちょっとやっていってもらえたらなというふうに思うわけですね。これが糖質制限の実践です。まあ、もっとね細かい、あの食べた方がいいものとか食べない方がいいものっていうのは、僕結構他にね食事の本出してるんで、その辺ちょっと見てもらえたらね、より具体的にわかるかなと思うんで、はい、うん、そっちの方もねぜひちょっと見てみてください。はい、概要欄にリンク貼っていきます。はい、今すぐ見よう。これが糖質制限の実践っていうところで、ちょっと最後にですね、これらの知識を得た上で聞いていただきたい大事なこと、はい、こちらがあります。これ聞いてください。これね、何事もね、バランスが大事っていうところなんですよ。これが非常に大事です。何事も、はい、糖質を取りすぎるのは危険なんで、うんうん、制限はした方がいいんですけども、今まで見てきたようにね、うん、制限した方がいいんですけども、糖質制限だといって偏りまくった食生活はしてはいけませんし、うんうん、冒頭でも言った通り、健康を作るためには糖質制限だけしてればいいのかっていうと、そういうわけでもないんですよね、はいはい、健康に生きるための、まあ、一つの知識として、この糖質制限っていうのを、まあ、有効活用することが大事なんですよ、はい、糖質制限もやりすぎると、まあ、逆効果になる可能性もあるんで、この辺は非常にバランスが大事です。何度も言いますけども、何事もバランスが大事です。陰と陽、これはねもう心に真羅万象話めっちゃ大きくなってますけど、いやでもそういうことです、まあ、そういうことです。全てのバランスってことです。要はそういうことなんですよ。やりすぎは大事です。朝と夜、男と女深いテーマになってきましたね。まあ、そバランス大事です。糖質がね制限するのは大事で、今はね、まあ、世の中に糖がなんせ溢れ返ってると、そういうこと、逆に多すぎるんだから、まあ、ちょっと減らせと、かといってゼロにする必要はないんですよ。バランスが大事です。あの、はい、かの有名なダルビッシュ有選手が、はいはいはい、糖質は、はい、質のいい糖質は大事やでって、そうですね、ツイートしましたもん、ね、そうなんですよ、うん、今ね糖質制限がすごい流行してるんで、なんかもう糖質は悪みたいなイメージありますけど、決して悪じゃないんですよ、うん、制限しようよっていうことを言ってるんですよね、うんうんうん、はい、なんでその辺はね、あの勘違いなされないように皆さんもよろしくお願いします。はい、はい、この辺を使っていただいてね、あの健康な体っていうのをね手に入れていただければなと思います。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。お願いします。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録